グリーンモンスターグリーンモンスター上部から、レッドソックスの永久欠番柱が視界を遮る。席も、フェンウェイパークは、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州ボストンにある、野球場である。MLB ボストンレッドソックスの本拠地球場である。1914年のシーズン途中から1915年途中までは、ボストンブレーブスも、本拠地にしていた。 そのため1914年のワールドシリーズはこの、球場で開催された。また、野球以外にも使用されていたことがある。1933年から1936年まで、NFL ボストンレッドスキンズ、1944年から1948年まで、ボストンヤンクス、1963年から1968年まで、AFL のボストンペートリオッツも使用していた。 かつてデトロイトタイガースの本拠地だったタイガースタジアムと同じ1912年に公式オープンした球場である。1999年にタイガースタジアムが閉鎖されてからはメジャーリーグで使用されている球場の中では最も古い球場となっている。観客席の間隔の狭さや視界を遮る柱などファンに不便な点が多く、またロッカールームや 通路の狭さなど選手から不満の声も漏れる。しかし球場が持つ伝統と独特な雰囲気は今でも多くのファンを引きつけてやまない。キャパシティの小ささとレッドソックスの人気が相まって今ではメジャーリーグで最もチケット入手が難しい球場である。ボストンにおける主要なランドマークの一つとなっており、球団オーナーのジョン・ W ・ヘンリーはパリにエッフェル塔があるようにボストンには フェンウェイパークがあると述べている。1901年のアメリカンリーグ創設時から参加していたボストン・ピルグリムスはハンティントン・アベニュー・グラウンズを本拠地にしていた。しかし、同球場は木製だったため、火事の危険性が常につきまとっていた。1904年に球団を買収したジョン・アイ・タイラーは、1907年に球団名をピルグリムスからレッドソックスに変更した。 続いて1910年、タイラーは新球場建設を発表した。1911年に建設が開始され、翌1912年に完成した新球場は、ボストン中心街のフェンウェイ地区に建設されたことから、タイラーがフェンウェイパークと名付けた。1912年4月9日、レッドソックスがハーバード大学野球部と試合を行ったのが、フェンウェイパーク初試合。 プロ同士の初試合は当初予定されていた試合が2度も、雨天延期になった後の1912年4月20日、2万7000人の観客の前で、レッドソックスはニューヨークハイランダーズを延長戦の末に下した。当時は、ボストンにメジャーリーグ球団がもう一つあった。ボストンブレーブスである。フェンウェイパークの完成の数年後に建てられたブレーブスの本拠地球場ブレーブスフィールドは、 フェンウェイパークよりも多くの観客を収容できた。そのため、レッドソックスは、1915年のワールドシリーズなどの大観衆が見込める試合は、ブレイブスフィールドで行った。1926年5月8日、フェンウェイパークで火災が発生した。これを機にフェンウェイパークは、回収を行うようになった。回収はその後現在に至るまで、必要に合わせて、たびたび行われている。 老朽化や収容自民の小ささという欠点を解消するため、レッドソックスは何度か新球場計画を発表したが、その度にファンから大きな非難を浴びて断念している。そのため、レッドソックスは席の増築を繰り返して入場料収入の増加に努めている。入場料金の値上げもたびたび行われ、チケットの平均価格は1998年から10年連続。 39段トップの高さであるが、それでもチケットは常時、売り切れ状態であった。しかし、2013年4月11日のボルチモアオリオールズ戦で、チケットが完売にならず、2003年5月15日から、続いていたチケットの連続完売記録は794試合で、途切れた。市内の限られた沼地に建てられたため、変則的な形状となっている。建設当時は、 都市部の狭い空き地に建てられるこのような変則的形状の球場はごく当たり前であった。本類から左翼までが310フィートしかない。さらに左中間が膨らまず直線的に伸びているためプロの使用する球場としては極めて浅い。そこで要因に本類らが出るのを防ぐため高さ37フィートの巨大なフェンスが設置され、 当初は広告で覆われていたが1947年にグリーンに塗られた。このフェンスは通称グリーンモンスターと呼ばれている。しかし高く上がったフライは結局はフェンスを超えてしまう。また本来ならフライアウトになるような打球もグリーンモンスターに当たってヒットになってしまうためフライ系の打球が多い右打者には非常に有利となっている。グリーンモンスターのすぐ後方には 道路と建物があるため、フィールドはこれ以上拡張できない。グリーンモンスター株のスコアボード表示部を打球が突き抜けた場合は、打球がバウンドしたか否かを問わず、グラウンドルールによりに、累打となる。左中間とは、対照的に右中間は深くなっている。ただ、右翼はフェンスが低い上、スタンドが張り出しているため右翼線は302フィートと、左翼より狭いので、 ライナー性のあたりが本塁打になりやすい。この点は左翼とは対照的である。中堅は最深部が420フィートと深く、そのフィールドの形からザトライアングルとも呼ばれる。以上のように左翼が狭く中堅、右翼が広いという特徴を持つ。またファウルグラウンドが非常に狭いので、邪ヒによるアウトの機会が少ない。 さらにこの球場の持つ要素として、建設された年代によるものか、デーゲームにおいて、外野手から本塁方向の上空を仰ぎ見た場合、飛球を覆う際太陽が、視界に入りやすくボールを見失うケースが少なからず、見受けられることが挙げられる。このように、全体的には、投手より打者の方が有利な球場となっている。外野の広さの変遷単位はフィート。 1>, 1フィート30.48センチフェンウェイパークで起こった数々の名場面からグリーンモンスター以外にも相性が定着した箇所が様々ある。ペスキーズ・ポール中堅最深部ザ・トライアングルとブルペン右翼のファウルポールはペスキーズ・ポールと呼ばれている。ペスキーとは1942年から1952年シーズン途中までレッドソックスでプレーした左打ちの内野手。 ジョニー・ペスキーのことである。ペスキーは8年間で13本の本類打を放った。そのうちフェンウェイ・パークでは6本を放っている。当時のフェンウェイ・パークの右翼は狭く交渉では302フィートとなっていたが、航空写真を元にした推測ではそれより短かったという。ペスキーによると、かつての同僚の投手メル・パーネルが、レッドソックス専属キャスターとしてある日の試合を担当した際。 右翼ポール際ギリギリで入った本類だを見てペスキーの話を始めたという。その後1980年代後半から1990年代前半にかけてペスキーズポールという言葉が定着した。2006年9月27日、ペスキー87回目の誕生日にレッドソックスは公式に右翼ファウルポールをペスキーズポールと名付けた。 1975年のワールドシリーズは、レッドソックスとシンシナティレッツの顔合わせだった。レッツの3勝2敗で迎えた第6戦、試合は6から6のまま延長戦に入っていた。延長12回裏、打席に入ったカールトン・フィスクは、左翼ファウルポール際に大飛球を放つ。ガイアフェンスを大きく超えそうな打球だったがファウルになりそうだった。フィスクは、 打球の行方を見守りながらその場で飛び跳ね、フェアになれと打球に命じるかのように両手を大きく、右へ右へと振った。結局打球は、左翼ファウルポールを直撃する、サヨナラホームランとなった。レッドソックスは続く第7戦に敗れて、2005年のインターリーグでのレッツ戦の試合前に、セレモニーが行われ、左翼ポールが、フィスクファウルポールと名付けられた。右翼スタンドの座席のうち、 だった一席だけが赤くなっている。これは、1946年6月9日に、テッド・ウィリアムズが放った、フェアウェイ・パーク史上最長の本塁打の落下点である。公式にはこの本塁打の飛距離は502フィートと発表されており、落下点の座席セクション42、ロー37、シート21が赤く塗られ、ローンレッドシートと呼ばれるようになった。 会場から1933年まで左翼フェンス前には土手があった。左翼ポールから中堅にかけて広がるその土手は高さ10フィートはあったといい、フェンウェイパークで守備につく左翼手はその土手を上り降りしながら打球を処理していた。土手の相性になったダッフィーとは1910年から1917年までレッドソックスに在籍した外野手ダッフィー・ルイスのことである。ルイスが 打球処理のため、この土手を素早く上り下りしたことから、ダッフィーズ・クリフという愛称になった。1934年1月5日に発生した火事で、破損した部分の補修が行われその際に、この土手を平らにしたため、ダッフィーズ・クリフは現存していない。野球場のフェアグラウンド内に土手があった例としては他にクロスリーフィールドのテラス、ミニッツ・メイド・パークのタルの丘が挙げられる。 球場正面、プルーデンシャルタワーから、木製の座席グリーンモンスター上部の座席、デーブ・マシューズ・バンドのコンサート1914年、当時の球場正面フィールドの形が長方形に近いため、フェンウェイ・パークはアメリカンフットボールに使用されたことがある。1933年から1936年には、ボストン・レッド・スキンズ、1944年から1948年には、 ボストンヤンクス、1963年から1968年には、ボストンペートリオッツと3つのプロチームがそれぞれ、フェンウェイパークを本拠地として使用した。カレッジフットボールでも、ボストンカレッジイーグルスや、ボストンユニバーシティテリアズが、フェンウェイパークで過去に何度か試合を行っている。2010年1月1日に、NHL の公式戦として、 地元のボストンブルーインズ対フィラデルフィアフライヤーズの試合が行われた。屋外でアイスホッケーの試合が行われるのは3シーズン連続4度目のこと。1931年5月30日、ニューヨークヤンキースとセルティックが試合を行い、ヤンキースが4から3で勝利を収めた。この試合には8000人が観戦に訪れた。1968年には、 NSL a ボストンビーカンズがフェンウェイパークを本拠地として使用したがシーズン終了後にチームは消滅した。現在 MLS ニューイングランドレボリューションがフェンウェイパークで1、2試合を行うという話もあるが実現には至っていない。アメリカの政治史において最も有名な選挙演説のうちの一つは大統領選挙中の1940年フェンウェイパークで生まれた。 その演説でフランクリン・ルーズベルト大統領は海外の戦争へは軍を派兵しないと宣言した。当時第二次世界大戦がヨーロッパで激化していた。アメリカはイギリスやソビエト連邦を支援していたものの公式には中立の立場を取っていた。1941年12月7日に大日本帝国海軍による真珠湾攻撃が発生したことでアメリカは 第二次世界大戦へ参戦することとなった。ルーズベルトと政治的に対立するグループは前日の演説を繰り返してルーズベルトを批判した。かつてフェンウェイパークではコンサートはあまり開催されなかった。2002年にレッドソックスのオーナーが変わってからは毎年に公演がフェンウェイパークで行われている。 フェンウェイパークツアーツ、ザ・オフィシャル・サイト・オブ・ザ・ボストン・レッドソックス、ニュー・レッドソックス・オーナーズ・テイク、A ・ D ・ツー・セレブレイト、ザ・オフィシャル・サイト・オブ・メジャーリーグ・ベースボール、ヒストリー・オブ・フェンウェイ・パーク、ザ・オフィシャル・サイト・オブ・ザ・ボストン・レッドソックス・ハット、グッケル・マップスによる、航空写真・フェンウェイ・パーク、ボール・パークス・バイ・マンジー・アンド・サップスそれまでの315フィートという、 値が計測ミスだったため測り直し、修正された値。ザ・ペスキー・ポール・アーカイブド2008年10月16日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、レッドソックス・コネクション、ボストン・ベース・ボール・ハット、AB ・ A ・ B、ウェンズ・デー、マークス・フォーティース・アニバーサリー・オブ、カールトン・フィスク・エス・ゲーム・6ホームラン。CBS ・ボストン、2019年3月26日、閲覧。伊藤和夫、馬立て勝ち。 野球は言葉のスポーツアメリカ人と野球中央公論者中高新書 ISBN 41億2101万19 1911991年133ページブルーインズが恒例の屋外戦セース NHLNIKKANSPORTS.com2010 年1月2日ありがとうございます